JR 東海のにわ社長は山梨県の長崎知事と面会し、リニア工事に関連する山梨側のボーリング調査を20日に再開すると伝えました。具体的に申しますと、5月の20日,月の20日にこのボーリング調査をですね、まあ再開する予定であると。JR 東海のにわ俊介社長は。 昨日、山梨県庁で長崎知事に対し山梨県内のボーリング調査の再開について報告しました庭羽社長は静岡県を含めたいろいろな関係者と協議し慎重に丁寧に対応したいと説明しましたこれに対して長崎知事は少なくとも県境までの調査については静岡県と協議する必要はないしっかりやってほしいと述べていました